フライト俺のおじさんはリゾート地で観光客向けのセスナのパイロットをしているそのおじさんが今年の正月に帰ってきた時聞かせてくれた話ある日いつものように客を乗せフライトに立ったその日は駆け出しのパイロットの指導役として副操縦士席に座った 機体は何事もなく離陸した。パイロットは可愛がっている後輩で、いつものように冗談を飛ばしてからかっていたが、どうも後輩の様子がおかしい。顔色が悪く、歯をカチカチ鳴らして、フロントガラスをただ見つめている。おじさんの冗談にも何も反応しない。操縦に問題はないが、心配になったおじさんが、 体調でも悪いのかと尋ねると、うるさい、黙ってろ、と強い口調で怒鳴られた。おじさんは驚くとともに、信じられない態度に怒りがこみ上げてきて、引き返せ、フライトは中止だ。お前正気かと後輩を制したが、彼は聞く耳を持たず、フライトを続行した。 ただならぬ様子に危険を感じたおじさんは、その後も再三中止を命じたが、結局フライトは最後まで完了し、無事着陸した。おじさんは休憩室で後輩に問い詰めた。どういうつもりだ、と。後輩はこう語った。離陸直後、気がつくとフロントガラスにローバーが張り付いていたという。 ものすごい剣幕で後輩を睨みつけ、思い出すのもはばかられるくらい、おどろおどろしく、呪いの言葉をつぶやきかけてきたとか。危害の声など聞こえるはずはないのに、なぜかはっきりと聞こえた。様子からしておじさんは気づいていない。なぜか老婆に意識を奪われそうな予感がして、正気を保つのに精一杯で、 とても会話などできる状態ではなかった。どういうわけか、このまま墜落してしまえばどんなに楽か、などというネガティブな考えが浮かんでくる。それらを振り切るのに精神力が限界だったらしい。後輩は失禁しており、疲弊しきっていた。それ以上話を聞くことはできなかった。この話は、 二人の心にしまっておくことにした。その事件を最後に、後輩は仕事を辞めた。おじさんはまだ操縦桿を握っているが、未だ老婆を見かけたことがない。原因不明の事故なんていくらでもあるが、そのうちの一つになってたら、と思うとゾッとするよな。家族や会社のために辞めるわけにはいかないが、実際見てしまったら、 俺は大丈夫かなといつも豪快なおじさんが気弱そうに話していたのが印象的だった髪が張ってある壁今日の夕方もうすぐ6歳になる娘を保育園に迎えに行った。 家に帰る車の中で、娘に聞かれた。ねえ、お化けとか幽霊とか本当にいないのいないよ、お化けなんていない。作り話か、寝ぼけた人の見間違いだよ。といつも通りに答えた。でもね、おうちで見たよ。と娘。いつ、どこで 昨日の夜ご飯食べるお部屋の ABC の紙が貼ってある壁のとこで、どんなお化けだったの白い煙みたいな丸い形で怖い顔がついてた。夢じゃなくて。夢じゃないもん。ふーん。きっと寝ぼけて見間違えたんだよ。 娘にそう言い聞かせながらも、ちょっと腕に鳥肌が立っていた。やっぱあれは、見間違いじゃなかったんだな。六年前の八月、出産を翌月に控え、かみさんは実家に戻っていた。サンディー・ケのアパートには俺一人。そんなある日の深夜、昨日娘が見たというお化けを、 同じ場所で俺も見ていた。大きめのビーチボール台のふわふわした白い塊に黒くぽっかりと開いた目と鼻の穴、そして口がついていた。幽霊など信じていないし万が一目の前に現れたとしてもそんなあやふやなものに負けるわけがないというのが俺の持論だった。 というわけで、そいつの存在に気がついた数秒後には飛び蹴りを喰らわしていた。ぐにゃりとした感触があったと思うが、よく覚えていない。それよりも、その後ろにあった壁に大穴を開けてしまった衝撃の方が大きかった。お化けなんてそっちのけで穴をどうにか塞ごうと深夜にあれこれやったのを覚えている。現在、 その大穴の跡を隠すためにアルファベットの表を貼っている壁の穴前に叔父から聞いた話を紹介したいと思います。 おそらく二三十年前、おじが様々な地方をめぐって仕事をしていた頃、ある地方都市で一週間ビジネスホテルで生活しながら働くことになった。おじはそのホテルの近くに変わった古着屋が建っているのを見つけた。そこは一階が古着屋。 中の階段を上がった2階がレコード屋になっている店で2階に中年のおじさん1階に若い店員がいたという店の雰囲気から中年のおじさんの方が2つの店の店主らしいどちらも古びた洋風の内装とやや暗い照明で扱っている品とはギャップのあるレトロ というよりアンティーク調の不思議な雰囲気を出していたというそこの店ではおじの好きな670年代の洋楽がいつも流れていた「有線か店主が趣味で編集したテープを流しているのだろう」とおじは思ったおじは古着に興味はなかったがレコードと 店の雰囲気で通っていたおじは仕事の最終日にレコードでも何枚か買っていこうと思い夜その店に行った店に入ると今日並べたばかりらしい古びた感じのジャケットが売られていた普段そんなものを着ないはずのおじは なぜか妙に惹かれてそれを眺めていたちょうどその時聞き覚えのある音楽が流れてきたしかしおじはその曲の名前が頭に浮かんでこなかった後で聞いてみるとブッチャーのテーマが入ってたやつの南国リゾート風の曲と言っていたので多分ピンクフロイドのサントロペ おじは少し悩んだ後、上のレコード屋で確認しようと階段に目を向けた。すると、階段の横の壁に見たことのない穴が開いていた。床から少し上のところをつま先で何度も蹴って開けたようなでこぼこした横長の穴だった。おじは一瞬戸惑ったが、 普段はそこに段ボール箱が置いてあるのでわからなかったことに気づいた。しかし、なぜ壁を直さずに段ボール箱を置くだけで済ますのか。不思議に思いながら階段へ行こうとしたとき、穴からのそっと何か出てきた。おじには最初、変な生き物に見えた。 よく見るとそれは手のようなものだった穴から手首の先だけ出して下にかかったものを取ろうと指を動かしているように見えるしかし大人の手より明らかに大きい手は何かの病気のように気味悪く黄ばんだ色で爪も 土を素手で掘ったあとのように黒くボロボロだったどの指も太さも長さも同じぐらいで親指と小指の区別もつかない指の生え方が違うのか普通の手より完全な左右対称に見えるのが余計不気味だったまた中指の付け根がちらつくので 指輪をしているように見えたおじはしばらくそれを見ていたがもっとよく見ようと近づくと穴の中に消えたあまりに変なものだったので若い店員の方を見たがけげんな顔をされたちょうどそこに何か用があったのか2階の店主が階段を降りてきた 天守に今見たものを知らせようと声をかけて穴を指さしたとき穴から指が二本伸びてきてピクピクと指先を曲げながら左右にゆっくり揺れていたこちらをうかがうような虫の触覚のような不気味な動きだったというしばらくその動きを続け 自分のすぐ横にいる階段の途中の天主を向くと指はまた穴に戻ったさすがに気味が悪くなったおじはそれ以上何も言わず入り口に向かったその直後お前箱どうしたという大声に驚き振り向くと天主が階段で穴を睨んだまま若い店員が 慌てた様子で段ボールを穴の前に置きに行くのが見えたあの手のことは店主しか知らないみたいだった普段は穴塞いでるから油断したんだなしかし段ボール箱一つで穴塞げばどうにかなるものかな結構でかかったんだけどなでもあの手より 箱を置いて済ませて客の俺に説明も弁解もしないあの店が一番怖かったな。と、おじは笑って語っていました。おじは今でもその店があるのか気になるそうです。 お留守番。聞くともなしに聞いた話。夏休みに起きたことだそうです。木造二階建ての二階で昼寝をしていた子供がドアチャイムの音に目を覚まして玄関へ向かった。その子が寝ている間に親は外出したらしい。以前にもそういうことは多かったので子供は めんどくさいなと思いつつ階段を駆け下りそのまままっすぐにドアスコープを覗いたすると外にいる人もドアスコープを覗き込んでいたいきなり目が合ってしまった子供は驚いて後ろへひっくり返ってしまった変な人と思っているとドアをノックする音が聞こえるトントン トントン。鍵はかかっている。少し怖かったけれど、子供はもう一度ドアスコープを覗いてみた。すると、夏の日差しに照らされた玄関先に、おかしなものが見えた。百五十センチくらいのグレーの人影が、左右にブルブルと震えているのだ。 なんだと思った子供がスコープに貼り付いているとやがて影は視界の外へ消えた裏庭の方へ回ったようだ震える影は寮の手を下前方へ差し出して老人のように前鏡によろけながら動いていったそれはまるで落し物を探しているような様子だった 尋常ではない様子にお化けがいると思った子供は影が家の中へ入ってこないように閉じまりをすることにした。裏に回った影がこちらへ来ないうちに家中の戸を閉めてしまおうと思ったのだ。まずははじめに一回。炊事場にある裏口は閉まっていた。テレビや食卓のある八畳間も閉まっていた。 父と母が床を敷く六畳間も閉まっていた。外出した母が戸締まりをしていってくれたのだ。戸締まりを確認した子供は少し安心するとこれからどうしようかと考えた。影はどこかに行ってしまっているなら誰かが帰ってくるまで外へ出てしまいたい。しかしまだ影が外にいるかどうか確認するのは怖い。 子供は誰かが帰ってくるまで2階へ避難することにした。誰もいないはずの室内、左右を見渡しながら玄関へ向かった子供は急な階段を2段ごとに駆け上がった。しかし、次で2階というところで子供は足を踏み外してしまった。最後から2段目のところで、 何かに足を引っ掛けたのだ。腹ばいの姿勢で階段を滑り落ちた子供。一階に落ちた子供は、再びおかしなものを見た。それは、二階から顔を覗かせる中年女性の顔だった。傷だらけの古い映画のように、カタカタと震える白ちゃけた顔。 じっと自分を見つめるその顔にもちろん覚えはない。慌てて下へ目をそらしたが子供の目には磨き込まれた階段が映っている。その階段の踏み板の下、木の継ぎ目の隙間からか細い腕が伸びていた。子供の恐怖心はもう限界だった。すると目の前で 腕はスルリと継ぎ目の中へ消えていった。と同時に子供は咳を切ったように泣き始めた。昼寝をしているはずの子供の声に隣家で話し込んでいた母親が血相を変えて戻ってきた。しかし階段の下、玄関先でうずくまる子供の話は全く容量を得ない。寝ぼけて階段を踏み外したのだろう、ということで子供は病院へ連れて行かれた。 頭を打った様子もなく、幸い軽い打撲だけだったので、その日のうちに子供は家へ帰された。しかし、その子供が2階へ上がることは、一家が引っ越すその日まで、ついになかったそうです。エボシのおじさん。 小学校4年生の夏休みのことで今でもよく覚えてる川と古墳の堀をつないでる細い用水路があってそこで一人で船釣りをしてたんだ3時頃から始めたんだけどいつになくたくさん釣れるので面白くてやめられなくなっただんだん辺りが薄暗くなってきて 日の長い時期なので七時近かったと思うそろそろ帰らないと怒られるなもう一匹だけ釣ったらやめようと思っていたらガサガサとやぶを踏み分ける音がして原の背の高い草の中を何かが近づいてくる音がする人が通るような道はないので動物かとも思ってちょっと身構えたが 出てきたのは自分の父親より少し年上くらいのおじさんだった。おじさんは神主さんに似た上下白の着物を着て顔は大人なんだけど小学生の自分と同じくらいの背丈で頭に黒くて長い帽子をかぶってる。それが烏帽子というものだとは後でわかった。 はじめは怖いという感じは全然しなかった。おじさんはニコニコ微笑んでいて、とても優しそうに見えたから。おじさんは体についた草の葉を払いながら、坊や釣れるかいと聞いてきたので、はい釣れます。と返事をすると、ちょっとお魚見せてくれるかいと言いながら歩み寄ってビクを引き上げ、 おう大量だねいくらかもらってもいいかなそしてこちらの返事も待たずにビクの中から一番大きい船を二本指で挟んでつまみ上げいただくよと両手で抱えて頭からかじり始めたバリバリという骨の砕ける音が聞こえてくるおじさんは いいなあ、いいなあ生臭いなあと歌うようにつぶやいて頭のなくなったフナを草の上に捨てた自分が呆然と見ていると「殺生だよ殺生はいいなあ、いいなあ、と言いながらビクの上にしゃがみ込んで今度は両手を突っ込んで2匹のフナを取り出すと こちらに背を向けるようにして交互に頭をかじり出した「やっぱりバリバリゴリゴリと音を立てて頭だけ食べている」「生臭い匂いが強くした」「魚を捨てると立ち上がってこちらを振り向いた」「ニコニコした顔はそのままだが額と両側の頬にフナの頭が生えていた」 フナはまだ生きているようでパクパク口を開けてる。ああと声を上げてしまった。ここから逃げなくちゃいけないと思ったが体が動かない。おじさんは動物のような動きでひととびで自分のそばまで来て、坊やももらっていいかなと言って肩に手をかけてきた。思わず身をすくめると、 同時におじさんの方も弾かれたように飛び、離れた。そしてこちらを見て不審そうに首をかしげ、坊や新徳があるね。どこかにお参りに行ったかい。そういうおじさんの顔から目を離せない。すると急におじさんの顔が黒くなり、吠えるような大声で、どっかにお参りに行ったかと聞いてるんだ と叫んだ毛をされて「この間お,お祭りでおみこしを担ぎました」となんとか答えるとおじさんは元のニコニコ顔に戻って「そうかおみこしねうん残念だなじゃあ20年後にまた来るよ」ゴーっと強い風が顔に当たって目をつぶってもう一度開けると おじさんの姿はなくなっていた体が動くようになったので釣り道具を全部捨てて家に逃げ帰った家族にこの話をしたけど何をバカなことをという反応だった母親が変質者かもしれないと少し心配そうにしたくらい翌日中学生の兄と一緒に昼前に掘りに行ってみたら 釣りなんかは草の上に投げ捨てられたままになっていた。ただビクに近づくとひどい匂いがして、中はドロドロになって、辺りの水面に油と魚の鱗が浮いていた。その後はもう、その古墳の堀には近づいていないし、特に奇妙な出来事も起きていない。ただ、もうすぐあれから二十年になるんだ。 黒い塊友人に聞いた話です友人が小学校の頃友達 A と近くの山で探検をしていると山の入り口から二三十分かかるところに小屋があるのを見つけた農具か何かをしまうような小さい木と途端でできた小屋で相当古くかなり老朽化していて 小屋の中はボロボロに朽ちた、すのこのような木が土の上に敷いてあった。それから友人と A は、その小屋を秘密基地と呼び、ほぼ毎日来るようになった。ある日小屋の中で友人と A が話していると、異様な匂いがすることに気づいて、どこから匂うのか、しばらく匂いのもとを探していたが見つからず、床を持ち上げてみると、 開けた瞬間に強烈な異臭を放つ黒い毛玉のようなものがあった。友人が何これとしばらく固まってると、A が木の棒でそれをつつき出した。棒で毛玉をひっくり返してみると、腐った猫の死体だった。死んでから時間が経っているようで、顔はギリギリ猫だったとわかる程度に、 ひっくり返した瞬間、A が突然、うぎゃーっと、ずっと叫びながら小屋を飛び出し、友人も必死で追いかけたが、普段そんなに足の速くない A に全く追いつけず、こけそうになりながらも一度も止まることなく山の出口まで駆け下りていってしまった。友人は確かに初めて生き物の死体を見たのでびっくりしたが、明らかに A の驚きようは異常で、 友人が山を降りていくと、出口で A が泣きながら座り込んでいた。いくらなんでも大げさすぎると思い、話を聞くためしばらく待っていると、ようやく A は落ち着いてきた。話を聞くと、毛玉の顔が猫の顔じゃなく、自分の頭だったと言い出した。友人は意味がよくわからず、まさかそんなわけはない。気のせいだった。 と慰めながらその日は家に帰った。A は猫の死体をずっと踏んでたから呪われたとか木でつついたりしてバチが当たったんだとか言っていた。そして特に何もないまま数年経った。高校生になり夏休みに A は大工のバイトを始めた。その工務店は昔仕事中に事故があったらしくヘルメットを支給されていたが 夏場は暑すぎてつけてられないのでみんな外していた。ところが急にバイトの先輩がヘルメットをつけろと言ってきた。普段はそんなこと言わないし、バイト始めた時はヘルメットつけてると暑苦しいから外せと言ってきた先輩なので、あれと思いながらもつけて仕事をしていた。昼休みになり、 みんなで昼を食ってから飲み物を買いに行くため立ち上がると、先輩がまた、ヘルメットつけていけ、と言い出した。A は、いくらなんでもコンビニにつけていくのはおかしい、と思い、なんでですか、と尋ねたが、いいからつけていけ、と。不満に思いながらも、先輩は怖いぐらい真剣で、いつもは明るい人なので妙に毛をされて、つけていくことにした。 すぐ近くのコンビニに向かう途中で A は交通事故に遭った A は車のフロントガラスに頭から突っ込んでかなり重傷だったらしいが一命は取り留めた医者にヘルメットをつけてなかったら確実に死んでいたと言われたそうだ後日先輩になぜヘルメットをつけろと言ったのか聞くと嫌な予感がしたらしく 昔からそういう第六感みたいなのが結構当たるから一応つけさせたけどあまり自信もなかったし行ったところで信じられる話じゃないと思って黙ってたらしいでもコンビニに行くって立ち上がった時に語らへんにどす黒い塊みたいなもやもやが見えて確信したそうだ A はその時全く気づかなかったらしいが友人にその話をした時 黒い塊ってあの猫だよな。A は退院後すぐにお払いを受けたみたいです。それからは特に何もなく元気に生きてます。友人はその話を聞いた時、怖さとそれに気づかなかった A の馬鹿さに本気で腰が抜けそうになったそうです。 片目だけこれは今から15年以上前まだ私が小学3年生だった時の話です真夏の夜10時を回らないくらいだったと思います当時私は母が教育熱心だったということもあり半ば強制的にその地域で一番の生徒数を抱える塾に通っていました その日も塾で勉強をした後、いつものように母が車で迎えに来て一緒に通っていた姉と三人で帰路に着きました私の地元は田舎の中でも田舎というか右を向けば牧場左を向けばスキー場というようなかなり自然に囲まれた環境でしたもちろんその塾から家までの片道30分の道のりにも山があり谷があり 小さな川も流れていますその日はたまたま私が助手席に座り運転する母後部座席に座る姉と3人でその日あった出来事やそんな他愛もない話をしながら家に向かっていましたするとちょうど大きなカーブ手前の小さな川に架か,かる橋を通り過ぎるその時車のライトに照らされてはっきりと 体操座りをする女の子を見ました「格好は今思えばありきたりですがちびまる子ちゃんのようなトイレの花子さんのような白いシャツに肩までバンドが回るタイプの真っ赤なスカートでした」「ぱっと見私と同じくらいの年だったように見えました」「しかしほとんど全員が顔見知りである私の地区にその近所では」 同じくらいの年の女の子はいませんでしたしかも時間が時間なので女の子が一人で外に出ているとは考えにくくさらに不気味だったのが「はっきり」とは言いましたがその女の子の顔だけがなぜかぼんやりしていてまるでのっぺらぼうのように見えたのです車で走っていたので時間にするとものの2秒か3秒か その女の子の真横を通り過ぎるほんの少しの時間で私は、この子は人間ではなく何か別のものだ、と結論づけました。冷静な頭とは裏腹に私はとっさに叫び声を上げてしまいました。すると母も姉も、ちょっとどうしたの急にびっくりさせないでよね。と、まるで何事もなかったかのように私を軽くあしらいました。 カーブだったので、車のほとんど真正面にライトに照らされて、あれだけはっきりした女の子がいたにもかかわらず、そんな言葉を返されたので、母にも姉にも見えていなかったんだ、と察し、私は、人がいたからびっくりした、とだけ言いました。それから普通の会話に戻った後も、私はなんとなく、先ほどの体操座りをした女の子の光景が頭から離れず、 ビクビクしながら家に向かっていました「もうすぐ家に着く」と思ったその時ふとサイドミラーを見ると後部座席に座る姉の顔に重なってガラスに反射した顔のようなものが見えました私はあの女の子がついてきてしまったんだと思いました家に着いてからもなんとなく不気味な気がして落ち着かず その日は早く寝てしまおうと、気分も悪かったので、部屋の空間が閉まりきってしまうのを避け、部屋の扉を半分だけ開けたままにして、布団に潜り込みました。案外あっさりと眠りにつけ、しばらくは夢を見ていたと思います。すると突然、モスキート音のような耳鳴りとは少し違う、かんだかい音がキーンと頭に響いて目が覚めました。 当時、家のブラウン管テレビからそのような音がしていたので、誰かがテレビでも見始めたのかな、と思いましたが、時計を見ると午前2時。牛蜜時に差し掛かった真夜中で、家族が起きているとは思えませんでした。しばらく経ってもその寒高い音は止むことがなく、帰り際見た女の子のことも思い出し、恐怖のピークに達した頃、両親の部屋に行って、 一緒に寝させてもらおうかと思い寝返りを打ったその時です部屋の入り口付近の鏡に反射して半分開けておいた扉の向こう側ちょうど部屋の前の廊下にあの女の子が立っていました扉の方を向いているわけでもなくまっすぐ鏡越しに私の方を向いていましたさらに不気味なことに 帰りり際にはぼんやりしていてい見えなかった顔が今度ははっきりと見えたのですその顔は大きく歪んでいて片目だけが顔の半分を締めるくらい大きく残りのパーツは顔の反対側に追いやられているようでした私は見てはいけないものを見てしまったと思ったもののその大きな吸い寄せられるような片目から 目を離すことができませんでした。かなり長い間、目が合っていたと思います。するとなぜか、恐怖は少しずつなくなっていき、その女の子には、恨みや怒りなどの感情はないように思いました。私が覚えているのはそこまでで、普通に寝てしまったのか、その日の朝に目が覚め、あれは何だったのかと考えるばかりでした。 特に後日談などもなく今まで普通に過ごしておりますがふとあの女の子のことを思い出してしまう時がありますあの子は何を伝えるためについてきたのかなぜ片目だけが大きく見えたのか今となっては右目だったか左目だったかも覚えていませんが私に唯一起こった本当にあったお話です 真っ赤な人影結構前にあった話なんだけどもその日いつものように仕事が終わって夕方六時過ぎくらいに家に帰ってきたいつものように居間に入るとそこでおふくろが部屋の電気もつけずに耳塞いで暗い部屋の中でうずくまってたんだかなり面食らった私 だってこんな様子のおふくろを見るのは初めてだったんで「何かあった」と焦っておふくろのそばに駆け寄って声をかけたんだ「ちょっとおふくろ何かあったのどうしたの部屋の明かりもつけないで」おふくろはいきなり声をかけたんでかなりびっくりした様子だったけど私の顔を見て安心したのか「なんだまるまるか」 びっくりさせないでよ」とか言ったいやびっくりしたのはこっちだし暗い部屋の中で電気もつけずに耳塞いでうずくまってた人間の言うことかなんてちょっと呆れかけてたんだけどもこのあとお袋が妙なことを聞いてきたっていうかまるまるお前どこから家に上がってきたのどこから家に なんとも妙な問いかけに半ば呆れながら、あのさ、あお袋は、どこから家にって、そりゃ玄関からに決まってんだろう。うつかさ、どこから帰ってきたと思って。そう言い終わらないうちに、その玄関から、コンコンと、ガラスをノックする音が聞こえてきた。あれ、誰か来たかな 私は誰が来たのか確認しようと玄関の方を覗き見ようとしたんだけどおふくろが焦った様子で止めてきたまた来たさっきのあれだ絶対さっきのあれ私は何のことだかさっぱりだったんだけども帰ってきた時のおふくろの様子とさっきのあれだってのは関連してると思った ねえ、帰ってきた時すごく様子がおかしかったけど、そのさっきのあれってやつが原因なの。この問いかけにおふくろは黙ってうなずき、あれがねずっと玄関をノックしてるの。あんたが帰ってくる少し前から。お母さんそれが怖くて怖くてたまらなかったの。だからずっと耳塞いでそれがいなくなるの待ってたんだけど、 そううしてるうちにあんたが帰ってきたのよ玄関からおふくろの顔が青ざめているちょっと尋常じゃないなと思ったあれって何見たんでしょおふくろは顔を下に背けてる思い出したくもないって様子だったこの間もまだ玄関からコンコン といいうノックの音は続いてる「このままじゃらちが開かないと思いちょっと見てくるよさっきのあれとは違うかもしれないし宅配とか近所の人が来てたら困るでしょ」そう私が言うとおふくろが「ダメだって行かない方がいい絶対後悔するから」と言って掴んだ腕を離してくれない。 大丈夫だって。なんかやばいもんとかだったら玄関開けたりしないし、ただ見てくるだけだから。お袋が掴んでる腕を強引に振り払って、私は玄関に向かった。うちの玄関は、曇りガラスが張ってある引き戸なんで、玄関を開けなくても、外にどんな奴がいるのかはある程度わかる。私は玄関まで行き、 そのノックしてる奴がどういった奴なのか、その曇りガラス越しに見た。多分お袋も来客だと思って玄関まで行き、これを見たんだろうね。玄関に立つ赤い人影を。最初見た時はそんなに違和感とか変なものって感じはしなかった。だってただの人影だったんだもん。 背丈は多分小学生とかそれくらいだったかな。赤いってことを除けばね。だからただの来客だと思って玄関を開けようと、ほんとガラス一枚のとこまで近づいたんだわ。その時、ノックする手がガラス越しによく見えたんだよね。真っ赤な人の手がさ、本当に真っ赤だった。 赤い手袋とかでなくて真っ赤な素手この時ああこれは人じゃないなってやっと気づいたのよただもう気づいた時は遅かったんだよねだって玄関開けようと近づいてるわけじゃないだから向こうにも見えちゃったんだよね私が 近づいてる私の存在に気づいたそれは、この後、ものすごい勢いで玄関をノックし出したんだわ。コンコン、コンコンコン、コン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 、コン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 、ゴン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 、ガシャンガシャンガシャン。ほんとすごかった。もう玄関のガラスが割れるんじゃないかってくらいの勢いで叩き続けてる。 本当はすぐに逃げ出したかったんだけどね。動けなかった。怖くてさ。だって真っ赤な人影がすごい勢いで玄関叩いてるんだよ。ガシャン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 って。あれにはマジでビビって足がすくんじゃったよ。いい大人なのにね。だけどずっとその場にはいられない。だって怖いもん。 だから何とか気を張ってその場から離れようとした。ただこういう時って不思議と駆け出せないんだね。多分相手に気づかれないようにって考えが働くからなんだろうけど、ゆっくり、ゆっくりと後ろに下がっていったんだわ。すると、人影にちょっとした変化があった。最初見た時とは違って、 なんか背が高くなっているような気がする。けどもノックをする腕はさっきの位置とは変わってない。背が高くなってるんではなくて伸びてるんだよね。頭がさ。首が伸びてるんではなくて本当に頭だけが上に向かって伸びていってる。そんな感じがした。そしてその伸びた頭は 徐々に玄関の上にある小窓に近づいていってるんだけどもこの小窓ってやつが運が悪いことに明かりを入れるための窓なもんだから曇りガラスではないんだよねだからその小窓に近づいてるのが分かった段階で人影から目をそらすべきだったんだよね本当はさだけども目がそらせなかった 怖くて逆に目をそらせなかったんだよね。そして見ちゃったんだよね。真っ赤な人影の顔を。多分小学校低学年くらいの子供だと思う。真っ赤な顔でさ、髪と眉はなかった。印象的だったのは、だらりと開けられた真っ黒な口とカッと見開かれた目。 その目でさ、ギョロギョロと家の中を見てるんだよ。もうそれ見たら限界だった。いい大人がわーって叫んで駆け出してたよ。で今に逃げ込んでお袋と一緒に耳塞いでガタガタ震えてた。どんだけの時間耳塞いでうずくまってたかわからないんだけど、いきなり、おいどうしたって肩をつかまれて起こされた。 仕事から帰ってきた親父だった。親父かよ、ビビらせんなよ。何がビビらせんなだ。びっくりしたのはこっちだ。どうした二人して電気もつけずに部屋の中で。いきなり声をかけられてびっくりはしたが正直帰ってきた親父の顔を見てほっとした。そして思わず聞いてしまった。 親父、一体どこから家に上がってきたんだ」とこういった体験だったんだけどこれが数年前の話で最近になって「新耳袋」とかでも似たような話が載ってたんだけどもこれって全国的に出没してるんかね 笑う男ちょうど5年前の話当時大学生だった俺は高校の頃に組んだバンドの活動に明け暮れ学校にもろくに行かずライブハウスとアパートを行き来する生活を送っていた夜はほぼ毎日と言っていいほどライブハウスでバンド仲間と共に酒を飲み始発の電車に乗ってアパートに帰る そんで寝て、起きたら作曲やらギターの練習、頃合いを見てまたライブハウスに向かう。そんな毎日だった。通ってたライブハウスは一つ二つじゃなかった。西東京のとある駅、仮に〇〇駅とでも呼ぼうか。そこの近郊にあるライブハウスはすべて顔なじみで、それぞれの箱の店長やらスタッフやらと親交があった。 だからそのつてでいろんなバンドと仲良くなり、ライブ観戦に誘われたり、バンドとして企画ライブに呼ばれたりする。そんなわけで俺はほぼ毎日〇〇駅を使っていたから、もう周辺の地理は完璧に覚えていた。通行人がいなければ、目をつぶってても歩ける自信があるくらいだった。ある日俺は、バンド仲間の A と二人で朝まで、 丸々駅付近の居酒屋で酒を飲んでいたお互いのバンドの方向性やらツアーの話でかなり熱く語っていたため飲んだ酒の量もいつもよりかなり多かったような気がするそろそろ店が閉まる時間になったので感情を済ませ俺と A はふらついた足で駅付近のコンビニに行き立ち読みをしながら始発を待った A は俺以上に酔っ払っていたらしく ろれつもろくに回っていなかったそんな状態で本を読めるわけもなく立ち読みをあきらめた A はイートインの椅子に座り込んだ30分くらいしてそろそろ始発が来る時間になった俺は立ち読みしていた本を買いつっぷして寝ている A の背中をゆすりながら声をかけたそろそろ始発出るから行こうぜ A は気分悪そうに目を開けると顔をしかめたちょっと気持ち悪いから少しここで休んでくわ先行っててくれマジか結構やばいいや少し休めば平気だと思うわその程度なら別に介抱してやることもないだろうと思った俺は A に別れを告げて予定通り始発で帰ることにした 多少は気にかかったが、切符を買って改札を通った時には、もうどうでもよくなった。〇〇駅の始発電車は、当駅始発のため、割と早い時間から電車が止まっている。都内とはいえ、始発電車はいつも空いている。多い時でも一車両に五人程度、俺以外誰もいない時なんてザラだ。今日も俺が乗った時には、その車両には誰もいなかった。 7人掛けの席の一番左側に座った俺は携帯で SNS をチェックしながら発車を待ったまもなく2番線東駅始発の電車が発車します扉閉まります発車時刻になり駅員のアナウンスとともにドアが閉まる音が聞こえた今日も俺一人で車両を独占できることが少し嬉しかった電車がゆっくりと動き出したので 俺はもう一度車両を見渡そうと携帯から目を離した。その瞬間俺は少し驚いた。向かい側の席に男が座っていたんだ。俺が入ってきた時には確かに車両には誰もいなかった。それから座って携帯を見ている間も人が入ってきた感じは一切しなかったのだが、足音を殺して入ってきたのか、 単に酔っ払っていた俺が気づかなかっただけかまあそんなこともあるかと特に気には留めなかっただが気にかかるところがあった男は中肉中背で年は俺と同じくらいだろうか身だしなみはしっかりしていて黒いスーツを着ている何が気にかかるかというとその男は ずっと俺の顔を見ながら黒目の大きな目を見開いてニコニコしているってこと。それはもう満面の笑みといった感じ。少し気味が悪かったが俺は席を移ろうとは思わなかった。この男とはどこかで会った気がする。いや、会って話したことがあるという確信はないが確かに既視感があった。 もしかしたらやはり男は俺の知り合いで偶然電車に乗る俺を見かけて忍び足で同じ車両に乗って俺を驚かそうとしたのかもしれないもしそうだとしたらそんな人を覚えていない俺は随分と白状な人間だなと少し罪悪感を覚えたとりあえず俺はその人に対して軽く頭を下げてみることにしたしかし男に反応はなかった ニコニコしながら俺の方を凝視したまま動かないまるで能面を笑わせたようなのっぺりとした感情のない笑顔のままさっきより一段と気味が悪くなった誰だこいつ我慢できなくなった俺は立ち上がり若干ふらつく足で後ろの車両へと向かって歩いた 車両をつなぐドアに手をかけ、勢いよくドアを開けた瞬間、後ろから男の声が聞こえた。連れてってよ。俺はすぐに車両を移り、思いっきりドアを閉めた。連れてってよ。どこにだよ。俺は今から家に帰るだけなんだよ。瞬間、鳥肌がブワーっと立った。 あいつは知り合いなんかじゃなくただの変質者だと思った。隣の車両には数人乗客がいて俺は少しほっとした。念のためその車両の一番奥まで行き座った。ひょっとして男がついてきてるのではと思って辺りを見回したがそれらしき人はいなかった。 自宅最寄り駅に電車が到着し俺は歩いてアパートに向かった無事家に着いて鍵を閉めると眠気と酔いのせいかもうさっきの男のことなどどうでもよく思えた軽くシャワーを浴びて布団に入り携帯をチェックした時刻は朝の7時半くらいになってたと思う今夜もまた○○駅近くのライブハウスで友達のライブを見る予定だ 早いところ寝ようと思い、携帯を置き目をつぶった瞬間、俺に今までに感じたことのない現象が起こった。目を閉じた瞬間、まぶたに白黒の丸々液が映った。白黒ではあるが、とてもリアルな光景で、行き交う人や車の映像までとても鮮明に見える。 俗に言うフラッシュバックみたいなものなのかもしれない。何が起きたのかわからなかった俺は少しパニックになりながら目を開けた。いつもと変わらない家の天井が見える。そしてまた目をつむると丸々駅が見える。少し怖くなった反面落ち着いて考えてみて俺は少しワクワクした。言葉では説明しづらいが この現象は、明晰夢に近い何かだと思った。明晰夢っていうのは簡単に言うと、夢の中でこれは夢だと自覚できる夢のことで、結構見れる人もいるみたいだけど、俺はそんな経験は一切なかった。明晰夢ならば、このまままる駅付近を散歩してみよう。 奇妙な恐怖感に好奇心が勝った。まぶたに意識を集中させ、俺はまる駅の街を歩いてみることにした。駅付近の公園やファーストフード店付近を散策。景色は普段俺が行くまる駅と何ら変わりなく、とてもリアルなだけで、俺はつまらないと感じた。夢ならもっと面白いことがあってもいいだろう、と思った。 駅ビルに入ったら何か面白いことがあるかもしれないと思い、駅の方に戻ってみると、駅ビルの入り口は閉まっていた。どうやらまだ開店していないようだった。しばらく駅ビルの前でぼーっとしていると、駅を経由するサラリーマンの姿がどんどん増えていった。駅の時計を見ると、時刻は朝の8時を指していて、俺は、なるほど、通りで、と納得した。 近くのコンビニに向かうと、イートインで A はまだ寝ていた。俺はため息をつきながら A の肩に手をかけ、揺すって起こしてやることにした。おいもう8時だぞ。A はううっとうなりながら立ち上がると、不思議そうな目で俺を見た後、ああ、悪い。と言って、早足でその場から離れて駅の方へと向かっていった。 A は自己管理能力がないというかツアー先の打ち上げで財布を盗まれることも何度かあったと話していた盗んだやつも確かに悪いがここまでズボラならこいつにも非があるなと思わず苦笑してしまったそのままコンビニの中を物色したが特に欲しいものもなかったので俺は店を出ることにした最初は明晰夢を楽しんでいた俺も 何とも言い表せない、漠然とした恐怖を感じ始めてきていた。あまりにリアルすぎる。俺が家に帰って布団に入ったのが7時半くらい。この夢の中の時刻は8時。コンビニで A はちゃんと寝てるし、おまけに景色には違和感が一切ない。まるで今、俺が現実の〇〇駅にワープしてきたような感覚だ。 唯一景色に色がついてない、いわゆるモノクロであるということだけが、これを夢だと思わせる理由だった。恐怖心はどんどんと膨らんでいき、耐えかねた俺はとうとう目を開けた。自宅のアパートの天井が目に映り、俺は大きく安堵のため息をついた。時計を見ると、驚くことに午後六時を少し回っていた。 酒の影響もあったし、いつの間にか帰った後ですぐに俺は深々と眠ってて、時間感覚もごちゃごちゃになってしまっていたのかもしれない。確かに寝起きにはたっぷり寝た後のような爽快感があった。少し落ち着いた後、俺は自分が初めて体験した出来事に少し興奮した。これからまた〇〇駅付近のライブハウスに遊びに行くし、 さっきの夢はいいネタになりそうだと思った。寝汗がすごかったので、俺は軽くシャワーを浴び、そしてまた電車でまる駅に向かった。ライブハウスに着き、知り合いと挨拶を交わしていると、ビールを飲んでる A の姿を見つけた。そういえば A も今日来るって言っていた。A は俺に気づくと、俺の分のビールをバーカウンターで継いで、こっちに向かってきた。 うィー。そのテンションの高さから見ると、どうやら二日酔いにはなっていないようだった。ビールをもらい、軽く乾杯をした。いやー、昨日は飲んだな。久しぶりに熱く語ったわ。ええー、俺より飲んでたもんな。てっきり二日酔いで今日は来れないと思ってたし。いやー、俺もそう思ったんだけどね。 あの後やっぱりコンビニで潰れて寝てたし、やっぱりそうだと思ったわ。二人で顔を見合わせて笑った。でもなんか早い段階で揺すって起こしてもらってさ、あの時起こしてもらえなけりゃ俺は多分今日丸一日死んでたわ。俺は一瞬で真顔になった。え、何時くらい急に真面目なトーンになった俺に、 A は多少動揺したようだった。えあ8時過ぎくらいだったかな。俺の夢とリンクしてる。偶然かあの夢を見ている最中の漠然とした恐怖がまた胸に広がっていくのを感じた。誰に俺は唾を飲み込んだ。 いやあ、知らない人だよ。親切な人もいるもんだよな。なんだ、大きなため息が出た。しかし、その安堵の時間も一瞬だった。なんか、俺らと同じ年くらいのさ、サラリーマンかな。スーツ姿でさ、すっごい笑顔だったから、俺ちょっと引くくらいだったんだけど、俺は即座に、能面のようなのっぺりとしたあの笑顔を思い出した。 へばりつくようなニコニコとした感情のない顔。始発の電車の男。背筋が凍りついた。わけがわからなかった。動揺しながらも、俺は A に今朝解散してからのことをすべて話した。A は懸命に耳を傾けてくれていた。思い過ごしだといいけど、 確かに偶然にしちゃできすぎてるな。いや、マジで怖くなってきたわ。俺どうしよう。今夜とかマジで寝たくないわ。何なんだよ、わけがわからん。こうなったら作戦は一つだな。A が一人でうなずいた。俺は藁にもすがる思いで A の作戦を待った。今夜もまた朝まで飲んで、その後俺ん家に泊まる。 これでいいっしょそう言うと A はニヤッと笑ったこいつはバカだと思ったが A の物おじしない感じと底抜けな明るさとバカさに少し救われた気がして俺はその作戦を享受することにしたそしてライブが終わり店が閉まり俺と A は予定通りまた近くの居酒屋で朝まで飲んだ 飲んでいるうちに気が強くなった俺たちは、来るなら来やがれ、とか叫びながら、お互いの士気を高めた。そして閉店後、またコンビニで時間を潰し、始発の電車で A の家に向かった。A の家に着き、締めのビールを飲み終え、とうとう寝る時が来た。A は、お前が寝つくまでは俺も寝ないよ、と言ってくれた。恐る恐る目をつむる。 まただ。またまぶたに、モノクロで、まる駅の景色が映った。俺は恐怖に駆られ、すぐにまぶたを開きそうになったが、どうしても確認したいことがあったので、そのまま駅へ向かって歩くことにした。大丈夫。現実の隣には A がいるんだ。早歩きで、駅郊外にあるトイレに向かい、 洗面所で鏡に映る自分を見た。俺は恐怖のあまりその場で崩れた。鏡に映ったのは自分ではなく、あの男だった。そして何よりも恐ろしかったのは、今度は目が覚めないことだった。覚めろ、冷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 めめろ。 必死になってずっと自分に言い続けてると、耳元で、あの声が聞こえた。いや、もしかしたら無意識に自分でそう言ったのかもしれない。連れてきてくれたんだ。俺は何も考えられなくなった。鏡の前にしゃがみ込み、しばらく動けずにいた。どれくらい時間が経ったか。 もう一度鏡を見てみる。変わらない。あの男が立っている。そしていつの間にか、モノクロだった景色には色がついていた。夢だと思っていたものは現実になっていた。それから五年経っている。A を含め知り合いも俺の両親も。 俺の容姿が別人になっていることにすら気づいていない。最初は A に相談したり、身近な友人に打ち明けたりもしたが、面白くないとか、精神科に行けとか、そんなことを言われるだけ。最初俺は、夢の世界に来てしまったんだと思い、現実世界への帰り方を模索していたが、最近は違うと思ってる。きっとここは現実だ。 平行世界とかそんな話でも多分ない。ただあの男の体が、俺の体の居場所を奪ったんだと思う。戻る方法ももう見つかる気もしない。半ば諦めている。最近よく笑ってるね、とか、いつも笑顔だよね、とか、知り合いに言われるようになった。俺はあれから五年間、 一度も笑ったことがないのだが。